はい、どうぞ。今日の授業では、向かいキャンパスを流れる川の、水面の勾配、わずかな勾配を調べる授業です。で、およそ15点を水面を測っていって、そこの距離、高さから勾配を徐々に出していって、それをつなげていきます。あとは、追加でその川、それぞれの川幅や、水深なんかが測れると、そこの川を流れる流量も測れたりすると思います。